7月15日全国リリース山脇レイフルアルバムペピニエよりミュージックビデオ明かりとミュージックビデオかけらの、裏話、撮影裏話をしたいと思います。明かりは監督手塚和則監督さんです。そして、かけらのミュージックビデオを撮影してくださったのは枠なおなちゃんです。で、今日はいないので代わりに、明かりのミュージックビデオで登場してくれたあんちゃんが代わりに枠ちゃんの代わりをしてくれます。はい、ということで代わりに来ました。よろしくお願いします。クックルしてるね、クックルしてるね。怖い。はい、ということでかけらはですね、明かりの作品を実家の和室で撮ってたんですけれども、そのお向かいにあるリビングで撮りました。ということで山脇レイのミュージックビデオは2つ同時進行で行われました。で、あれはですね、日常の生活をこう切り取って、る作品なんですけれども、ワクちゃんの指示でですね、目玉焼きを焼けだ盛り付けろだ、紅茶入れろだと結構割と当日に言われてわーって言って、私本当にお恥ずかしながら料理がですねそんな得意ではないので、裏話なので告白しましょう。お皿に盛り付けてあるサラダはですね、コンビニで買いました。綺麗にね、綺麗に切られた千切りのキャベツたち、あれはコンビニです。で、目玉焼きをね焼いたんですけど、なんかすごい失敗して、卵を入れた瞬間にすごいね爆発すごいことになりました ね、すごいことが起こって、あれ声入らないからと思ってすごいギャーギャー言いながらどうしよう、ワクちゃん爆発してるよって言って、行きましょう行きましょう、それでいいですそれでいいんです、それでいいですって言われて、本当これでいいの、これでいいのって言ったら、なんとかしますって言って、とりあえず全部作って、でこう切り分けて、綺麗なやつを、綺麗に切ったやつをお皿にこう乗っけてったんですけど、配分をちょっと間違えちゃいまして、最後のお皿の目玉焼きがほぼほぼ黄身しかなくなっちゃって、すごいショートケーキみたいな目玉焼きがあるんですね。それが、ミュージックビデオの途中の目玉焼きをこうぐるーって撮ってるとこの一番奥にすごい三角形の目玉焼きがあるので、それもご注目いただければと思います。あんなことをですね家族にやったらブーイングが起こるというね、嫌でしょ、自分だけ三角形、一人だけ白身がない目玉焼き、嫌です。はい。そして後半戦はですね、子供たちと一緒に撮影をさせていただきまして、子供たちがね神様でしたね。そうです ね、あれ最初子供たちに今から撮影するので、みんな一緒に歌ったりわーって遊んだりしてねって言ったら、子供たちがえってなって、で曲を流してさあ行くよって言ったら、えってなって、全員が一回引くっていう、私の周りに誰もいなくなって、ワクちゃんがやべえみたいな、子供が全然レイさんのとこにいませんってなって、私もまずいと思って、これは悲しい絵になると思って、戯れてるっていうはずなのにと思って、無理やり子供たちのとこに行ったら、子供がピャってなんか逃げちゃって、割と1回目の流し終えた時にちょっと失敗かもしれないで、次はもう今から撮影しますとかいうのあんまり言わないようにして、曲を流して遊ばせてたら、だんだんねみんなが心を解き放してくれて、だんだん揺れるようになってくれてね、ワクちゃんが最後の方はもうほとんど隠し撮りですよね。もういかに子供にバレないようにこっそり撮るかでしたね。緊張しちゃうんですね、ちっちゃい子から。カメラを向けるとやっぱいい顔をしようという、ね、本能が働くんですかね、野生の本能おかしいな、まあいいでしょ。で、私はあれで一番好きなというか、可愛いなと思ったのが、女の子が紙コップをベロベロベロってなんか口からベロベロベロってなんか何個も出して、その後なんか疑問みたいな顔をするとこがあって、あそこすごい可愛いなと思って、あれを撮ったワクちゃんを褒めてやりたいですね。いいとこ撮ったなお前とちょっと急に上からなりますけど、本当あとみんななんかメガネかけた女の子と、もう一人かの女の子とこうってこうって、なんかあれ何の時にあの顔してたんだろうと思うんだけどなんかってやってくれてて、あれがもう本当可愛くてすごいなと思って、私がやったらなんか変じゃない、今ね変だったでしょ、変だったんですけど、あれはすごいなと思うので、そう、でも子供たちが可愛かったので、あのシーンが撮れて
良かったなと思います。あの公開してまだ2日間ぐらいなんですけど、いろいろなあのお声をいただいて、明かりもかけらもなんか泣いちゃったっていう人が多くてですね、あ、それはすごいことだなと思って、チェコから来た甲斐がありましたよ。良かったですね。良かったです。良かったね。たくさんの人にこれからもいっぱい長く見ていただけるように、聞いていただけるように、我々、頑張って宣伝していきたいと思います。この映像を、見てくれている方はですね、あの、山行きワンマンに来てくれている方ということでですね、あのですね、ありがとうございます。あんちゃんも喜んでおります。あれでしょ、あんちゃん手あげることしかできないんでしょ。そんなことないよ。じゃあ両手あげてみよう。あ、いいね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 、いいね、そのまま歩いてみようか。あんちゃん、あさってチェコに帰るまでにもうちょっと動けるようになるといいね。そうだね、うん、ちょっと歩く練習しとくね。そうだね、頑張りましょう。走ってる走ってる。じゃあデレックも頑張ってあの本編で走ってるので、また見ていただきたいなと思います。ということで、7月15日全国リリース、山井綺麗フルアルバムペピニアより、あかりとかけらのミュージックビデオ裏話でした。こちらにいらっしゃいますあんちゃん、そして、遠くから応援してくれているわくちゃん、ここにいいんだけどね。そして、デレック、そして山井綺麗がお送りいたしました。ということでですね、ということでということで、また会いましょう。さよなら。あ、手振ってる。